ようこそお参りくださいました本日はですね、即位礼について少しお話をさせていただきます本日は10月の21日月曜日でございます明日は10月22日いよいよ即位礼正殿の儀が取り行われますいよいよですねワクワクしております 明日即位礼が行われるということで、まあ、ここでですねこの即位礼をと聞いてちょっと勘のいい方は「あれ ?5 月にも即位ってなかったっけ?と」と、まあ、思う方もいらっしゃるかもしれません。確かに5月1日にですね皇居で「即位後朝見の儀」というものがございました。はい出てきましたね即位,即位後,即位後 という言葉が出てきましたでは5月にまあこの即位がまあ終わったのになんでまた10月に即位礼があるのとまあ疑,問に持つか疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますですのでちょっとですねおさらいがてらちょっと説明をさせていただきます5月に行われた儀式賢治、えー、等生計の儀そして貸しどころの儀高齢殿神殿に報告の儀 えそして調足意語調剣の儀えこの三つございますよねえこれらを合わせて戦素の式とも申します戦素の式戦素というのは行為を踏むという意味がございまして天皇が行為に疲れたという事実を指しております事実を指しております。 そして10月の明日行われる即位礼正殿の儀この即位というのはですね天皇が皇位につかれた事、実を全国の国民、そして諸外国に高らかに鮮明をするというものでございます5月に行われたのがま皇位に仕えた事実。そして10月に行われるのが。 行為に使えた事実を、まあ、諸外国、まあ、広く鮮明をするというもの、まあ、そうイメージしていただければと思います、まあ、ですので5月に行われた権利と承継の儀、えー、賢所の儀高齢殿神殿に報告の儀、えー、即位後朝見の儀これらはですね、えー、行為継承の儀式とまとめてちょっと考えていただければよろしいかと思います それでは、明日行える即位礼、正殿の儀、どういったものなのか、ちょっと内容についても少しお話をさせていただきます。即位礼正殿の儀が執り行われますのは、皇居の正殿、松の間でございます。その松の間、中央には、天皇陛下が登られる高見倉というものがございます。そして、その脇には、ですね。 えー、皇后陛下が登られる御頂戴というものがございます。こちら神社本庁が出しております。えー、御代替わりの、まあ、冊子でございます。こちらの後ろの本位ですね。えー、高御座と御頂戴がございます。こちら、こちらが天皇陛下が登られる高御座。そして、その脇にあるのが皇后陛下が登られる御頂戴でございます。 さらに皇居宮殿の中庭にはバンと呼ばれる色鮮やかな旗ちょうど私の後ろにあるようなああいった感じですかねああいった感じの色鮮やかな、まあ、旗といっていいのでしょうかそれがずらーっと並べられておりますさらに古代の装束に身を包み、まあ、華麗な生き物たち、まあ、ですとか弓とか持ったですね えー、方々がずらーっと整然と控えます、えー、これを三役者または具部員とも呼びます、えー、そういった方々、えー、官主が末院の時に着るような装束ですよねそういったものを身につけて太刀とか持った方々がずらーっと中庭に並びます相関でございます、えー、時刻になりますと、えー 竜英という恩冠そして香労膳の御法という恩側体をお召しになれた天皇陛下が松の中央にございます高見蔵にお上りになられそして国民の代表である内閣総理大臣を前にして即位に際してのお言葉を述べられます。これに報道ししてて答える形として内閣総理大臣が 陛下に即位のですねお祝いの言葉これをよごとと申しますことぶきに言葉と書いてよごとを、えー、相上いたしますよごとの後に、えー、万歳三章万歳三章をして、まあ、国民挙げて、まあ、陛下のご即位を報祝申し上げる次第でございます、まあ、これがですね、えー、即位礼聖伝の技能ざ、まあ、ーッと 悔いとした内容でございます。ほんとざっくりとしております。え、この即位礼、静電の儀とてもですね。貴重でございます。まあ、こうしてリアルタイムでまあ見ることができるというのもなかなかないでしょうね。生中継されますよね。されますよね。うんえ、そこで生中継もあるかと思いますので、まあ、即位礼静電の儀。 もっと関心を持って見ていただきたいのでちょっとここに注目というポイントを紹介させていただきます先ほどもですね少しお話しさせていただきましたが皇居宮殿中庭に、まあ、色鮮やかな盤、まあ、という旗が並びそして、まあ、華麗な祈物そして、まあ、昔のですね古代の装束を身にまとった、えー、三役者愚、えー、部員が整然と並ぶ姿。 これとっても壮観なまあ、時代絵巻のワンシーンかと思います。これだけのものはですねなかなか見ることはないかと思います。これぜひですね見ていただければと思います。もちろん天皇皇后両陛下も肖像でございますし、皇族の方々も養子ではなくて肖像をお召しになれるかと思います。 そして天皇陛下と、まあ、例えば秋篠宮皇子殿下、えー、来ている小族違いる違ます、えー、立場によってですね装束、まあの色とか柄とかそういったものも違いますのでこれもちょっと注目していただければと思いますもしですね即位で、まあ生中継で見る方、まあ後からですね録画したものとか見る方もですねお手元にこちらの本 八条忠本先生のですね、えー、書籍、有、えー、足消足大膳こちらのちょっと分厚い本あればですねまあこれを片手に足入れ清廉、えー、の儀ご覧になっていただければと思います。こちら消足についてですねまあ、とてもこもこと細かく書いております。とても声を見ながらですねおあの人はこの消足だなとか、えー、それを見比べながら。 即見るのも、まあ、これも面白いかと思います、えー、ぜひですね皆、えー、さんご一緒にこの大変めでたい儀式でございます即位礼聖殿の儀、えー、国民皆さんあげて、えー、お祝いをしたいと思います、えー、神社でも当然ですね、えー、明日た即位礼当日のまあ報告のお祭りを行います、えー、そして皆様方もですねこの大変めでたい日でございます えーまあ、中継を見るのもいいですしそして近くの神社にもお参りをして、まあ、神様と共にお祝いをしていただければと思います。